今日はあこちら羽田空港の第三ターミナルということでですね、はい、ここからあの国際線がいろんな形で飛び立っていってるっいうことですね。いやーもう今まさに僕飛び立ちたいですね。バンコクへ行きたい。バンコクへはいはいいいですね。そしてあのいよいよ新曲がですね明後日二十八日に発売になりますけどね。そう,そうですね。こちらの楽曲はどういった感じの曲になってますでしょうか。はいあのー、まあ男女の声のやりとりをリズムに乗せて描いておりまして。えー 時短踏むならよしてくれとか、えー、土壇場で尻込みしなさんなとか、まあ、そういう今どうしようかなってこう迷ってらっしゃる方の背中を押す、えー、そういう、まあ、恋の歌なんですが応援歌ですね合、はいはい、言葉は「ほーれい!」っていうのが「ほーれい!」ていうのがですね「おれいっては」れはないですね「おれい」になっちゃいますからね。

もう今日はもう一番嬉しいい本当ですすかありがとうござまそういう家族の幸せを願っていただきましたあありりががとうございまます何るかかかせんでは、はい、続きましてです、ね、あのここからは今年叶えたい願いを込めましておみくじの方をやっていきたいなというふうに思っていますので。 はい、えー、ここ近年ですねあの新曲の発売イベントずっと何かしらおみくじみたいなことやってまして、はい、ヒット祈願やった時にはおみくじを引きで去年も「あの命まっすぐ、えー、ダーツ」ということですねあの回転ダーツの方に矢を投げていただいたというのがございまして、はい、今年もせっかくこういうですねちょっとここのあの神田明神の。 なんかこう色彩を意識されて作られてらっしゃるっていうことも、朱色が、はい、主色が触れないですね、これはまさに、ねはい、そうですね、まさにでございます。はい。ではドラムロールの方よろしくお願いいたします。どうぞ。はい。海外でも大ヒット出ました。 ということでですね。まさに国際性にふさい。そうですね。日本のみならず海外でも大ヒットというふうなことでございまして、じゃあバンコクでも大ヒット。そうですね。バンコクでも今一番行きたいバンコクでも大ヒット。すごい暖かいそうなので。い。素晴らしいということで今年は海外でも大ヒットが出ましたので、よろしくお願いいたします。僕も行きたいな海外。はい。いつから行ってないですか。 だからコロナ前の2020年の1月以来ってないですベトナム以来ってないですベトナムに行かれてフォーをいっぱい耐えまた。フォーをいただいてということでじゃあ4年ぐらい海外に行ってらっしゃらないということでぜひこの楽曲で海外にも連れて行ってもらいたいですねそうですね。アジアへ行きたいですねアジアへねぜひ行っていただければと頑張ってわれわれもプロモーションしてまいりますのでよろしくお願いいたしします。よろくお願いします この羽田空港で歌ってみてままずは感想をお願いいできますかいやあの気持ちよかったです、もうまさに自分が地になったような気持ちであ飛行機になったような気持ちでね、もう、なんかこう、来てるだけで旅気分を味わえますねその羽田自体はもうしょっちゅう利用している場所なのではいただ、この国際線ってもう、本当、この4、5年、3、4年来てなかったので。 やっぱいいですね。楽しみでした。オーガンジーの衣装もすごく素敵ですけれども、<あ>そちらの衣装についてもお話しいただけますか。ありがとうございます。まああのバタフライをイメージして、えー、こういうまあシースルーのものを、でこれ長がねこう赤、あ長赤いまあこの辺がポイントですかね。はい。 あの先ほどからバンコクに行きたいという,ような話がありましたけれどもバン, <laughs> バンコクに行って何かやりたいこととかななんんででバンコクなんでしょうか今すごく半袖でも生活できるぐらいその暖かいということを知りましたしそんなに遠くないですよね飛行機乗って6時間ぐらいで行けるっていう,うそういう点もいいなとお料理もおいしいみたいなのでタイ料理ですか。 エスニックな感じでいい刺激を求めて行ったことないからあの行ってみたいですね、うん、もし海外で大ヒットしたらそれこそバンコクでコンサートとか何かこう海外で活動したいなみたいな目標や夢などはありますすかあいいですねあの海外ツアーでやったことないのでもうそこはグローバルにねもう世界を股にかけて <laughs> 実現させていきたいなと思います。 はい。この歌、ずいぶんね、妖艶な感じの歌なんですけれどもね、<あ>恋の恋愛ソングということですが。はい、山内さんご自身は妖艶な女性と、そうでない女性と、どちらがお好きですか。ああ<ー>。えー、そうですね。妖艶な女性。が <laughs> それはなんか理由はありますか。かえ。理由はあります。 妖艶さっていうとやっぱ女性が女性ならではの,その出せるこうなんか技ですよねお化粧したりとか髪をこうくるくる巻いてみたりとかあのちょっと品を作ってみたりとかああいう,う,こうのは歌を歌ってこういうふうな歌を演じる時に非常にこう勉強になりますよね。しかもそれがあの作っててるんじゃなくて 自然にやってるその妖艶さっていうのが僕はすごくいいなとなんかああすごい男をこう誘うみたいにね来られてもこっちもちょっとおおってなっちゃいますけどそういうのが自然とこう妖艶さを身につけてらっしゃる女性っていうのは僕は素敵だなって思いますえー、ファンの皆様いつも応援ありがとうございます。まあ、来年は25周年年年はは周ですからこの前年の前今年は 紅の蝶で、えー、大いに羽ばたきたいと思っておりますので皆さんも一緒に羽ばたけるそんな一年にしましょうね。よろししくお願いいたします